ようやってくれました。やっぱあたしが見込んだお人ですわ。ベニヤ、てめえただの商人じゃないな。くそ、俺としたことがうかつだったぜ。そりゃそうや、ヤクザなんかに正体悟られるようじゃ隠密なんて商売やっとられまへんわ。なんだと？そうか、てめえ幕府の、くそ、油断したぜ。奉行がのうなった今、今度は青戸組が邪魔になるんや。この天原をお上にとって都合のええ町にするためにはな。じきに天原は幕府の直轄領になりますやろ。町民たちにとってもそれが一番縁と違いますか。圧政や暴力で支配されるよりはなんぼかな。さあ、私が正体を明かしたんはお侍さん、アンさんが気に入ったからです。どうやろう、これからも私の仕事を手伝ってみる気はおまへんか。よし、決まりや。これからもよろしゅう頼んまっせ、先生。幕府の隠密であるベニヤ角兵衛、その右腕となり時代の影となって働く決意をした侍が一人。流浪の日々に別れを告げた侍はその先に何を見るのか、それは誰も知らない。